6分でね、やまびこが出発するんですけど、まあ、別に間に合うんだよな、あと6分ありゃね。大学のね、10分間の授業と授業の間の休み時間が足りないと思いますよ。東京駅の丸の内線ホームのところから、新幹線ホームまで切符買う時間も含めて10分あれば、まあ、余裕だと思うんですけど、まあ、私の感覚でも余裕なんでね、多分多くの人にとっては全然余裕ではないと思うんですが、ゴールデンウィークとかそういう混んでいる時期でなければ切符を買うのにも大して時間はかかるでしょ。ほら、新幹線のことだからまだ空いてませんよ。しかし自由席に乗るとかは早足が違いまして、ちょっと早めに行かないと目当ての席に座れないということもあるのかもしれません。まあ、なさそうですけど。お弁当も買いました。今日はお花見の旅。東京はこのように曇り空なんですが、宮城県は晴れの予報だったんですけど、残念ながらね、だんだん曇りの予報に変わってきたようです。まあ、曇りでも花は咲いているはずです。520円の指定席の料金をケチって自由席にしたんですが、結構自由席の方が混んでるみたいですね。指定席は本当にガラガラだったんだね。油断しましたけど、500円ぐらい払えばよかったな。とはいえ混雑とは程遠い車内のスキー場です。さっき言いましたっけ、これからね、福島駅で降りて、そこから先在来線の臨時の列車に乗り換え、満開の桜が咲いている宮城県の白石市、いや違う、大河原町かな、大河原町、一目千本桜を見に行こうと思います。明日大学の授業があるので、明日の朝10時半には着かなければいけません。まあ、大抵で一番端っこは空いてるんですけど、うわ、ほんと空いてるな。これだったら自由席でもいいな。上の大宮からもまあまあ乗ってくるでしょうけどね。今の臨時の列車に乗るんで、鉄道マニアがいっぱい来るはずだから、目立たないようにこういう格好で来ました。ですけど、今ちょうどお昼時です。何時の列車に乗ってるかというと、13時の山彦号、1時ちょうど発です。結構遅いんですね。朝は家でちょっと仕事してました。休み中なんですけど、動画撮影に関しては休んでるんですが、その他いろいろやらなきゃいけないことをこなすための休暇でもあるので、これを休暇というのかよく分かりません。やっぱ全然乗ってないから自由席十分だったね。むしろさっきは500円もケチらなくてよかったな。500円もケチるべきではなかったと思いましたけど、一番端っこの号車だけは本当に空いてるんですよね。東北新幹線いつもそうなんですよ。ちょっとね、今電話なんかもしてたんですけど、向こうに那須の山が見えるんですが、天気は悪いけど山は見えます。でも見えて見えてる、これ綺麗綺麗ですね。すぐ見えなくなっちゃいました。桜もちょうど満開に近づいてきました。東北新幹線になるとこの時期季節を逆回しに見ることができて、なかなか面白いです。いいね。ラストで言えばやっぱりこれですよね。雪を上にいただいている感じ。景色はいいんですが、東北新幹線は結構こう山の中を行くようなことが多いので、なかなか見えません。東海道新幹線と違って、ね、大都市の景色とか海の景色っていうのは、まず楽しめませんけど、その代わり山の美しさは東北新幹線はもう本当に一流です。上越新幹線も綺麗ですけど、あっちはトンネルばっかりなんで、東北は今あんまり景色見えないんですよねとか、山の中ばっかりなんでとか言ったけど、その中ではまだマシな方です。綺麗ですけど、あれは 何さんかな。バンダイさんじゃないもんな。蔵王かな。蔵王さんってこんな福島から見えるんですね。いや、もうすでにこの桜が向こうの土手のあたり満開ですが、ここから見せても立派。まあ、桜の名所なんて日本中あると思うんで、ね、別にどこで見たっていいような気がするんですけど、全然降りようとする客がいないんですよね。なんでだろうな。福島で降りなかったらあとは仙台へ行くしかないんだけど、東京から自由席に乗ってのんびり仙台へ行くっていう人も多いみたいです。どうぞお願いします。乗ってくる列車に乗りますんで、いや、それ自体ですね、全然鉄道マニアがいっぱい乗ってくることはいいんですけど、本当にもうね、信じられないぐらいにもう知られているから、
ちょっとあれなんだよな、このいつもと違う下の服を着てきたって、リュックサックとこの上着が一緒だから見つかるんじゃないかって感じ。まあ全然あの見つけてくれてもいいんですけど、この視聴者の方も全然私の見つかるように話しかけることを遠慮する必要はないんですが、ただあまりにもなんかあのこう周りの雰囲気とかに影響を及ぼすので、最近かなりね、あのこういう列車に乗るのには本当に気を使うようになりました。なんかマスクかなんか買っていこうかな。なんかこうね、自分が有名人であることを鼻にかけているように見えるでしょ。多分見えるんじゃないかなとか、そういう風に思う人もいると思うんですけど、まああのね、本当にね、もうでそういうのこう全然関係ない人から見たらね、ただの乗客がやたらまあ本当に有名なわけなんで、なんだあの人がみたいな感じで、こうあいつなんであんなみんなから写真撮ってるか握手してとかあんなに言われてんのみたいになるとね、あのせっかくの旅行がこうみたいな感じになると思いますので、こっちとしてはその私のことを、まあ、みんながね、みんながみんなあの列車の中が私のファンだったらそれはそれでいいんですけど、もう実際には知らない人が多くいますので、それでこう変なやつが乗ってるなみたいになるのがちょっとこう悪いんですよね。知らなかった、花見山ってのもあるんですね。ちょうど見頃なはずですよ。なんとあってあそこに花見山はあちらって案内が出てますからね。あとでちょっと行ってみたいな。こんなんがあんならもっと早く来ておけばよかったですね。お花をあげましょう。桃の花も咲いてます。結構大きい花なんですね。桃の花ってよく考えたらまじまじと見たことはなかったですけど、福島県を支える大事な農産物の一つです。福島駅って言ったらね、もうよく話していると思うんですけど、福島駅の新幹線ホームの脇にあるガスタンク、あそこに桃が描かれているんですけど、やっぱこれですよね。地理のテストでね、福島県の、名産物といえば果物っていうのは、何も勉強してないで地理のテストを受けなきゃいけないっていう状態が中学校の時1回だけあったんですが、全くの脳勉強でもね、あのその問題は取れましたね。あのガスタンクのおかげです。福島駅からは臨時の快速列車花めぐり号に乗りました。毎年春の桜の見頃になると2日だけ運行される国鉄時代を再現した面白列車です。お客さんの大半は鉄道マニアの人ですから、やはりどうしても私も列車の中では目立ちます。今日スーツではなくて、まあ、私服と思われるような格好で来たのもそれが理由です。なので列車の中での解説は音声にてやらせていただいているわけですけど、まあ、こんな感じでね、あの昔 の急行用の車両12系というのを使って走っています。昔東北線はこういうもので使ってですね、上野から青森まで12時間とか、まあ、10時間とかかけてお客さんたちは頑張ってボックスシートに詰まって乗っていたようです。そういう時代もあったんですねと私はただ、思いを馳せるばかりですが、しかし見えるお花は綺麗です。さすが花巡り号。ちょうど他にも桃の花とかね、あの水仙とかそういったものも沿線にはいろいろ見えまして、大変楽しい39分間でした。この列車自体は福島県の郡山から宮城県仙台まで走っていますが、私はその途中の区間、福島から大河原目的地まで乗ったわけです。結局ね、大柄駅からこの快速列車に乗って、その後福島に着く前でこの列車新白河行きになりますとか、そのまま新白河まで引き続き運転されることが分かったんですね。だからここは郡山駅なんですけど、福島の時点でもうめちゃくちゃ眠かったんで、このまま郡山まで寝ていこうと思ってですね、福島駅で出ていく時もうそのままスルーして郡山まで来てしまいました。
まあ、福島から新郎線で東京行くより郡山から新幹線乗った方が、まあ、何百円か安いだろうし節約にもなるわと思ってたんですけど、郡山について見てみたらですね、値段変わんなかったんですね。なんだよふざけんなーって、まあ、別にふざけてるわけじゃない、そういう料金に決まってるだけなんですけどね。ただ私がこうにゃーっとですよね、寝ながら新幹線の料金も安くなる、これは幸せと思ったらそうではありませんでした。まあ、郡山からこの列車新白河行きで、新白河からも新幹線出てますんで、新白河までね、これで行って、で、数円いくらになるかなと、新白河は東京だったら、料金2800円安くなるらしいです。なんだ、じゃあそうすりゃよかったなと思うんですね。それで行きゃ、まあいいじゃないかと思うかもしれないですけど、まあ、そこまでやる気もないと。郡山に着いた時点でもうなんとなく起きようかなという気になってきたんで、まあいいわ。どっか大宮かなんかで新幹線降りるようにしようかな。そしたら料金をケチるのにいいでしょう。でも駅前に1本だけ生えてるこの桜の木がね、なかなか良くて、これだったら降りた価値もあったなと思いました。これ下から見上げると綺麗ですよ。来る人来る人が歓声を上げて通過していくから、やっぱりこの桜は立派みたいです。ちょうど桜循環って書いてありますけど、郡山にはそういう桜の名所みたいなものは、まあ、三春の滝桜が有名ですけど、そこは郡山ではありませんね、三春町ですから、まあ、多分ないと思いますよね。でもこの駅前のこの桜は街中に一本シュッと生えてる割には立派だと思います。来年の春にももし通ることがあったら途中下車して見てみようと思います。そんなに有名じゃなくてね、それほど見栄えがうわーっとするようなものでなくても見る人を楽しませてくれるありがたい木です。私ね、結構郡山駅周辺、郡山の駅前好きなんですよ。まず駅の目の前のミスタードーナツ、なんかこれがね雰囲気が良くて綺麗でいいということと、それから単純に駅前のこの広場全体も綺麗でね、駅舎も郡山駅のこの建物も新幹線の昔ながらの駅という感じで好きです。またあそこにある松屋ですが、松屋って最近、まあ、もう何年も前だな、私が高校の時2013年あけぼろが配信になるぐらいでしたから、もう6年とかも前になりますけれど、そのぐらいの頃からねプレミアム牛飯っていうのを売り始めたんですね。なんかインフレの影響かななんて思ったんですけど、ちょっと確かにデラックスな肉を使う代わりに、通常の牛飯は廃止してですね、280円が380円になるという大変なことになったわけでしたけれど、それでね高校生の時はふざけんなと思ったんですが、あそこは今でも280円の牛飯を売ってるんですね。店によってそのプレミアム牛飯を扱ってるか、280円通常、まあ、今300円かな、牛飯になってるか、まあ、違うは違うんですけれど、郡山駅の前にはそのつまり300円で未だに牛丼が食べられる松屋があり、松屋は吉野家と違って味噌汁がつきます。そしてその隣のミスタードーナツも、とても便利に使わせてもらっています。それから駅の上には、快活クラブ、コミック、インターネットなんとか、ネットカフェ、ネットカフェってね地方に行くとめちゃくちゃ立地が悪くても駅からとかすごい離れたところしかないんですけど、なぜかこの郡山の駅前の、まあ、一等地のところにねちゃんと、ネットカフェまであっていろいろ揃っていて本当に助かります。ちなみに、まあ、なんかこれ言う、まあ、言った方がいいかな、松屋 の, 牛丼が380円であるか280円であるかっていうのは高校時代には重要でしたけれど、はっきり言って今は別にそんな大した問題ではないわけですよね。その牛丼屋の100円がどうであろうと、もはや私の財布には全く影響はないんですけど、今となっては。でも、割と最近までね、2、3年前まで、その100円が重要であるという生活をひたすら続けてましたんで、やっぱりね、なんかこう、今でもラッキーだなと思うんですよ、280円の、300円か、300円のね、牛丼が。ちなみに300円になったのは消費増税で300円になったわけですけれど。だからね、ちょっとこう、ラッキー280円で今日は食べられるみたいな、その、嬉しさを味わうことができるという点で良かったですね。それからあとは、あそこのヨドバシカメラもね、何か旅行中にトラブルがあった時、あそこに駆け込んで、バンス対戦との乗り換え20分とか30分の間で、何か電子機器を手に入れるということを、何度もこれまでにしています。で、列車が出るまであと4分、ちょっと4分か、4分はまずいな。少し急いで、まあ乗れなければ次の列車になるわけですが、3分しかないわ。でも乗れると思います。これはもうダメだな。やめるか。乗っていいかな。ちょっとまず行ってみよう。これ乗っていいよな。大丈夫だよな。駆け込み乗車にならないよね。大丈夫だよね。このタイミングなら駆け込み乗車にならないな。まだ大丈夫だ。よかったよかった。
乗車だけはしないことにしてるんですよ。さすがにね、JR がやめろって言ったことをやってるっていうのがなんか分かったらすごい叩かれそうだから。はあ、いや、宇都宮までで新幹線だって、宇都宮から普通列車のグリーン車で横浜まで行った方が安いだろうと思ったんですけど、郡山から宇都宮までも、郡山から大宮までも特急料金2590円で変わらないんですよね。だから、まあ、そんだったら大宮で買えばいいやと思って、もう一回券売機の操作をし直したんで時間がギリギリになっちまいました。新幹線の発車時刻ってね、確か5分間隔だったから、あの新幹線は5分単位で、在来線は5秒間隔だか、15秒で合わせたんですよ。それで決まってるんですね。だから、18時59分発の山彦号に乗ったわけですけれど、59分30秒発とかだったんですよ。それから間に合ったんだ。じゃなきゃ間に合わなかったですね。駆け込み乗車ってどこからが駆け込み乗車なのか微妙ですよね。私個人的には発車メロディーが鳴ってる時はまだ駆け込み乗車ではないと思うんですけど、まあでもドアが閉まりますとか、そういうことを言い終わった後でね、初期の電車だったら、まあ何番線ドアが閉まりますご注意くださいって言い終わったらば、まあ、もうそこからは乗っちゃいけないかなっていうような気がしますね。根拠としては、近くの JR 東日本の首都圏の電車に乗ってドアが閉まります、ご注意くださいって言った後、次の電車をご利用くださいってそういう風に放送がかかるんですね。それ前は言わなかったんですけど、まあ、次の電車をご利用くださいってのは、要するに駆け込み乗車するなって意味だと思いますので、まあそういう声がかかったら乗っちゃいけないものだと思えばいいんじゃないでしょうか。2号車まではめちゃくちゃ混んでたんですけど、1号車はそうでもなさそうだな。うわ、すごい空いてそうだ。最近ちょっと行き過ぎて